私は都内に住む19歳学生お羊座佐藤ミケーラ枠。人がバイトへ向かうとき地球の重力は重くなるらしい。体が全く動かない。バイト先に隕石が落ちることを願ってしまう。しかし今日はなぜかウキウキしている自分がいる。ウキウキピーナッツ。足取りも軽い。それはなぜか。思い当たる節はあるがそれは認めたくない節だ。あの人がいるから楽しみなわけではない。ガチャ。 おほほメゲおはようおはようございまーす。今日も頑張ろうなあはお願いしまーす。 やめろ。高なるな鼓動。おはよう言ってもらえただけで荒ぶるなテンション。見た目大丈夫かな今日湿気多くて前髪決まらないな。私の前髪野生のゴリラよりも気性荒い。ケープ切れてたから後ろとかもあんままとまってないし。おっとー、何気合い入れてんだ私。危ねえ危ねえ。ただの労働力として行くんだろうが私は。働きありは着飾らなくていいんだよ。別にあの人のこと意識してるわけじゃねえんだから。歳も離れてるし、私のことなんて眼中にあるわけねえだろう。画面 外だよまああの人は私にとって地獄砂漠に咲く一輪の花。地獄バイトで生きる活力になっているだけだ。マラソンの水分補給と一緒。バイトを無事にラストまで頑張る栄養剤なだけだ。決して意識しているわけではない。いつもよりちょっとばっかし耳裏に香水振りかけたりとかもしていない。ちょちょいのちょいのすけ別にリップ塗って血色良くしようとしてないからな。顔がゾンビだったから蘇生しただけだ。よーし、見た目ばっちり。かもなく不可もなく適正価格。あの人店長だから。 毎回いるのがいいなディズニーのミッキーかな確実に会える安心感とワクワク感だけで来る価値があるさあて行くぞいぞいああミッキャちゃんおはようおはようございます,います早速なんだけどビールサーバーこれ一個外に出しといてくれるああわかりましたよろしくうわ最悪だこの樽くそう重いんだよなビールが入ってるだけにしちゃ頑丈すぎる割に合わない重さだくークールね

頭ポンポンされたぞ。なんだ私この髪一生洗わない。ドライシャンプーできていく。うわー、なんか体熱いな。心臓という北海道が発火してるよ。明らかに年上な人からの好意なしポンポンは頭からレッドブルー慰れた気分。ちょっと今日頑張れちゃうよ。聖うち何匹でも運べちゃうぞ。ラスやらせー活力がみなぎってきた。心なしか準備運動だってしちゃうもんね。うーん、やめろ。好きになるな。あまりにも展開がベタすぎる。一昔 前の少女漫画かここでビールサーバーから超能力あるピンク髪少女ぐらい出てこないと今風の内容にならないぞミケーニャ頭パンパン好きく落ち着け私はそんなに単純じゃない好きになるもんかただちょっといつもよりやる気が首チャンパ頭チョンチョンパンはあ、吹き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 の塔苦すぎミケちゃんそろそろオープンするからはいすいません今行きます いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ごめんさまご来店で。いらっしゃいませ。せうわー、やばい、かっこいい。<laughs> お客様に向けた笑顔とコールするときの冷たい眼差しのギャップが痺れるわ。参照レベル10、痺からだよ。ば、まあ、やっぱり店長オープンすると顔変わるな。仕事してる男の顔になる。かっこ キーなんであんなに前掛け似合うんだろうひも結ぶの適当なのになんか決まってんだよな私の声のひももきっちり型結びで取れないんだが解き方教えてくれメンスみけちゃん何ぼーっとしてんの動いてあはいはいすいませんやばやばやばヤバザムラちゃャうわーうわー団体の人が帰った後の片付け一人じゃ無理だってああもうタコの手 本もあんだから猫は手貸してくれるだろうけど気分によりそうだからキャッカーおおウィゲー大丈夫かうわあ店長もう貸貸しなしな <laughs> 半分持ってくからええー、ああわあそれ拭いたら2番さんにお通し出しといてくれるよろしくー グイーなんてスマートなんだスマートタッチ鍵がなくても私の心に簡単スマートインですちゃんとお店全体の状況を把握して指示出してくるのやめろどんだけ視野広いんだよ海辺のトンビか私の心も持っていきやがってピークで忙しくなってきてもあの余裕なんなんだよだいたいみんなイライラするのに冷静に対処するのやめろ優しくするな勘違いバイトルになっちまうだろうがチューハ、はあ、もうダメだ日に日に気になってしまう はあ、普段店長優しいのにお客さんのことになると厳しいところもギャップがあんだよな。ダメだ。この居酒屋や店長のショータイム。すべてパフォーマンスに見えてしまうあかん。ファンさせてくれないかな。おい、ミケ何サボってんだよ。出たな、タケルこいついつからいたんだよ。絡んでくんな別にサボってないんだけど。お前なんか最近気合入りすぎだろ。タケルが適当すぎんだよ。うぜえあいつ何なんだよ。前掛け腰まで下げやがって、店長 一応先輩だけどあいつサボってばっかりで全く尊敬できないあ、やべ、落とし出さないとわーしゃわしゃしゃしゃあんめりはー、ピークすぎたやっと一息つけるぜ疲れたメケあ、はい、店長メケちょっとこっち来てごらんえ、あ、はいあ、店長何ですかしゃがんでしゃがんでえ、あ、えええ、え早く早くこれはい、ええ、え、え俺久々にキッチン立ったらさちょっとこれ上げすぎちゃったから一個あげるよえ ほら隠れて食べなじゃあだきますモンゴ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 モン店長おはいはい今行くモンゴ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 ギ今まで食べた唐揚げの中でぶっちぎり電動入りで美味しい今までの唐揚げは片栗粉の塊団子か私だけにつまみ食いくれたはめちゃくちゃ頑張れるメガモンスター生きのみした嬉しい嬉しすぎてにやけが止まらない おい、お前そんなところで何やってんのち、うるせえかけるかける2はバカげてるはーい、本当にうるさいなぁ。余韻にぐらい浸らせろよぐちゃぐちゃ。あ、いらっしゃいませ。あの予約してた須藤ですけど。あ、須藤様ですね。あちらのお席に。あれなんで埋まってんだ須藤さん、あそこの席で予約取ったのにおかしいなあ、はっ,はっ間違えて違うお客さん、あの席に通しちゃったやばい、どうしよう須藤さん5人だから、

コップ割ったのね怪我してない大丈夫えああ、あ、はい。オッケーオッケー。そしたら、5番のお客さんさっき入ったばっかりだから、そこを移動してもらって席くっつけて、そこ通しちゃおう。あと俺やとくからいいよ。えごめん、ちょっと俺あっち行くから、ここあとよろしく。ああ、ああ、ああ。うわあ 危ねえ持ってかれるとこだった落ち着け店長に心臓しまかれてお通し出されちまうよ私のミスを起こるどころか怪我してないか心配してくれたなんだあの対応はマニュアルに載ってんのかだとしたらとんでもねえマニュアルだぜ人の心臓をんだと思ってやがるはぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、ち抜かれた攻撃手だ年の差という防弾チョッキでも防げないずらはぁ、あはあ、だめだこんなことしてる場合じゃない手伝わないと今行きます はあ、やっと終わった。もう最悪だ。なんちゅうミスしてんだよ、今日はよ。テアレススミスもびっくりだよ。絶対店長にどんくさいと思われた。嫌われた、絶対。使えないと思われた、もう。見た目可愛くしても意味ねえだろ、ミスしたら。最悪だ。黒歴史1ページ更新と。はあ、帰って枕に思いっきり叫んで吸収してもらおうと。ふぅ、お疲れ。あれ 今日、上がりですかああ、うん。今日ね、早めに上がらせてもらうんだよね。あ、あの、今日、今日ミスしちゃってすいません。あはは、全然いいよ。しゃーない、しゃーない。いつも助かってるよ。ありがとうね。俺、帰るからさ、駅まで送ってってやるよ。暗いからな、外で待ってな。え、あ、いい、いいんですかあ、ちょっと出てよ。俺、着替えるから。<laughs> あははすいません。すいません、すいません。おい、マジか。 大変なことになったぞ。奇跡かグリーンが登場したのかああははは、やばいぞ一緒に帰れるこんなことあってもいいのか匂い大丈夫かなくん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 、油草。うわあ楽しみもうダメだ最高すぎる地面に足つかないかもしれないどうしよう浮いたまま歩けるかなそれぐらい浮かれているよ、私全身にヘリウムガスをまとった浮かれ女だよ 二人きりで何話そう一緒に帰ろうって言ってくれたってことは少しは私のこと気に入ってくれてるのかなうわー緊張するあああさてまだかなあ店長来たえ私服だぞ

あれ 何こいつ私服だと雰囲気変わるな。もう制服じゃないとこういう感じなんだちょ、ちょっと早く見えるからこっち来て。え何え、なんかいい匂いするんだけどこいつ。え何こいつ。ちょ、ちょ、おい待てやめろ心臓なんだこれは誤作動だやめろドキドキするなやめろあれ店長いいんじゃん。何お前隠れてんのうるさいしょうがねえな。俺が隠してやるよ。おい、こら待て止まれ心臓ラバイトル恋愛アイ第二章スタートだーチャンネル登録よろしく。 チャンネル登録よろしく。